長井さん、今日ははい。ちょっとタイの渡航の予定を立てたいと思うんですけど、おお。長井さん、ちょっと今はすぐには行けないですけども、はい。よし、タイに仕入れ行くぞっていう人はね、どうやってチケット取ればいいのかとか、その辺の話も含めてしていきたいと思うんですよね。なるべく安く行きたいとか、例えばマイルを使っていきたいとか、いろいろあると思うんで、慣れてる人はもう知ってるとは思うんですけど、初心者向けですね、あんまり分かんない人向けにどういうふうにやったらいいかっていう、その旅のテクニックを含めて話したいと思います。はい。はい。で、いくつかのパターンがあるんですけども、航空券をなるべく安く取りたい場合っていうのは、僕がやってる方法が、あるんですけども、はい。僕はその基本的に、ANA、ANA の、ダイヤモンドっていう会員なんで、そのマイルとかもなんかすごい溜まってるんですよ。で、それを上手に使って、クレジットカードのポイントをマイルに変えて、で、それで無料でビジネスクラスに乗ったりとかして渡航してるっていうことが多いんだけど、それってめっちゃ詳しくないとできないし、それ知りたいという人は、どっかの機会でそのやり方とかを、教える機会っていうのも持つかもしれないけど、とりあえずそうじゃなくて、よし、じゃあ来月とか再来月に行くぞってなった時に、どうやってチケットを買えば安く買えるかとかね、ホテルはどういうふうにすればいいかとかっていう、僕のやってる知ってるパターンもちょっと話しますね。はい。まず一番簡単な安いチケットを取る方法っていうのがあるんですけど、これはですね、スカイスキャナーって検索してください。スカイスキャナーっていう、サイトを使います。で、例えばさ、エクスペディアとか、そういう、楽天トラベルとか JTB なんとかとか、そういうチケットとか旅行会社ってありますよね。ああいうとこで買うと、安い場合と高い場合があるんですよ。そのチケットを買うサイトってあって、で、エクスペディアが、このチケットエクスペディアは安いんだけど、別なチケットは高いとかっていうのがあるんだけど、このスカイスキャナーっていうのを使うと、あらゆる旅行サイトとかチケットを取るサイト、チケットサイトで一番安いところをスキャンしてくれるっていうものなんですね。これで、探すのが一番いいです。まずはね、安く取りたいんだったら。で、例えば、東京から、東京っていうのは羽田と成田がありますけど、どっちでもいいよって場合は、TYO って入れると、どっちでも OK っていうチケットになります。で、目的地は、タイ輸入だから、タイ輸入だったらバンコク、BKK って入れて、バンコクにはスワンナプーム空港とドムアン空港って2つあるんですけども、どっちでもいいっていう場合だから、この BKK、すべての空港っていうところを選びます。で、日程ですね、これ、いや、ちょっと高めの時と安めの時っていうのはあるみたい、これ色で分かるみたいですけども、じゃあ、6月の後半ぐらいに行こうかなっていう感じで考えた場合、日程を、暫定的にこう入れて、チケットを探すんですけど、タイで仕入れをしたかったら、間違っちゃいけないのは、土日を挟んでいってほしいっていうことがありますね。なんでかっていうと、チャットチャックっていうのは土日をしかやってないので、土日どっちかは行かないとちょっともったいないかなって感じがしますね。で、逆に土日だけだとやってない、日曜日休みのとことかもあるから、土日と平日と両方かましていった方がいいかなと思いますね。そうすると、こんな感じで適当にこうやって、入れて、で、人数1人、エコノミーだったらエコノミーでっていうふうにやると、もう日程が入りましたよね。6月20日から6月25日。で、これで、少し時間かかると思うんですけど、最適プラン、最安プラン、最短プランっていうふうに出てきます。で、これはまだちょっとサーチ中で、OK、出たかな。で、最適プランっていうのになってますから、とりあえず最安プランってやってみるよ。で、どうなるかっていうと、おそらく乗り継ぎとかになると思うんですけど、成田乗り継ぎのバンコクで、これだと、最安で36,558円って出てますよね。往復で36,000円だから4万円以下だったら結構安くないですか？安いですよ。片道じゃないんですね、片この道じ旅ゃ行。ない。で、これ見てみると、スカイスキャナーに支払う手数料はありません。で、ちゃんとここでいい、大丈夫なんですよ、みたいな感じで出てきて、で、これは、往路出発地は NRT、成田ですね。成田ですが、復路は羽田の到着になりますということだから、それで安いっていうのも多少あるかもしれないですけど、で、乗り継ぎがありますね、これ。直行便じゃない。から、
まあそういうだから安いってわけではないけど、このチケットサイトの仕組みとして、このマイトリップっていうサイトと中国東方航空っていうサイトがあって、でこのマイトリップっていうところで買うと今の値段だよっていう感じなんですね。36,558円で、ここからもしかするとそのどの便を選ぶかっていうので変わったりするかもしれないけど、一番安いのが出てるっていうことだね。うん、36,558っていう風になってて、まあ何かこうキャンセル OK にするとか変更可能とかにしたりするとこういう風に変わっていくよってことです。でこれで手続きしていけばこの値段で買えるっていうことなんですけど、ちょっとこれ戻ってみて、これで戻って、じゃあちょっとバンコクに乗り換えちょっとだりーなっていう場合はこれ直行便だけにする。でもそれでも3000も変わんない、2500円ぐらいしか変わんないですよ。でエアアジアで12時出発の夕方着で、夜中発の10時55分着で6、7時間の直行便で39,178円で行けるよっていう感じで、安い順にこう出てて、まあ便が変わったりすれば値段も変わるっていうことですね、はい。で例えばこの時間をね、何時に出発までにしたいとかってこう絞り込みとかをしていくといろいろ変えられるってことですけども、まあそうだな、これはまあご自身の住んでる場所とか、これは成田初の成田着ですね、だから成田に車止めて、帰ってきたらその荷物を車に積んで家まで持って帰るってこともできますね、はい。ちなみにね、成田空港で、駐車場止める場合、成田空港でも、1週間とか10日とかいると駐車場代で2万ぐらいかかるんですよね。おまあまあかかるんですよ、2万、はい。でそれで別にいいよっていう人はいいんですけど、安く済ましたい場合はちょっとコツがあります、はい。民間で持ってきてくれる駐車場があるんですよ。例えば駐車場まで行ってマイクロバス、シャトルバスで送り迎えしてくれるっていうパターンもあるんだけど、それだと結構だるいっすよね待ってたりするのだるいんで車を成田の空港まで乗りつけて、そしたらその駐車場の人がいてくれて、民間の駐車場屋さんの人がいてくれて鍵と車渡して、はい、じゃあ頼みますって言って、で帰って帰国した時は電話すると分かりましたって言って成田まで持ってきてくれて車預かってっていうのができる。それだとね、6000ぐらいで何日でも行けます。すごいお得な感じがしますね。そう、長いんだったらクラウンパーキング、これです。僕サーフィンで海外行くときにサーフボード必ず持っていくから、それでサーファーさんに人気 なんですけどこれで知って使ってるんですね。これでご利用料金、5900円の税込みだが多分5,000、6500円ぐらいだと思うんですけど、30日までこれだとだいぶ安いですよね、はい、2万とかに比べたら。そうですね、まあ、こういうのを使うと安くはできる。ただまあ多少ね待ったりする可能性はあるから、まあ空港の駐車場を使うよりはする可能性はあるけど、だいぶ安くなるからね、この使うといいですよね、はい、はい。ちょっとよくそれましたけど、こんな風にして、チケットを取ります。で飛行機を取るでしょ、はい。飛行機を取るとこのホテルも取れるんだけど、この同じ方式でスカイスキャナーを使うと各ホテルの予約サイトを比較して一番安いところから予約できるっていうのがこのスカイスキャナーなんですよ。じゃあ例えばですけど、これ、日にち同じ6月20日から6月25日だとすると、まあ、これね到着時間とかちゃんと考えてやっていただきたいんですけど、じゃあバンコク BKK ってやって6月20日から25ね、まあ大人2人でも1人でも多分、ね、値段変わんないと思うんでこれでやってみます。はい、そうすると安いところはめちゃくちゃ安いですね、まあ、めちゃくちゃ安いですね。まあ安いけど虫とか出てきたりする可能性はありますけどまあでも5000、6000払ってれば汚いかもしれないけど、まあ普通ですね、はい。そうするとこれ何泊、6泊こう、1,2,3,4,5 5泊で1泊3000円とか1円とかでもあるし、そうだな、こうエリアとかでもこう選べますけど、どの辺がいいですかね。仕入れしたいんだったら
スクンビットだと道込むから遊ぶにはいいかもしれないですけど、あ、エラマン、そう、この辺のさ、いやちょっと僕そこまで詳しくないんだけど、この町についてはね、うん、このチットロムとか、うん、この辺のプラトゥーナムとか、この辺って仕入れするところいっぱいあるから、チャットチャックだったら電車で行けるので、まあこの辺とかだといいんじゃないかなと思いますけど、で僕いつも泊まってるのは7、はい、ハイアットリージェンシーっていうのが、あのハイアットが好きでここによく泊まる、これかないね、マイアミホテルっていうところに、あの後隣だな、あのハイアットは、そこ泊まった人がめっちゃ虫が出てましたよね言ってましたね、はい、ハート型の虫が出る、あ、これだ3万4000とかになってるわ一泊、うん、17万とかになっちゃいますけど、まあ、もっと安く泊まったりする裏技とかもあるんですけどね。あとはあのハイアット系列だとプロンポンかな、プロンポンのハイアットプレイスっていうのがもうちょっと、あ、だいぶ安いのがありますけど、あと、まあ、この辺だとね道めっちゃ混むからタクシーとかにちょっと嫌がられますかね、これだ、うんうん、1万8000ぐらいそっぱく、まあ多分そのハイアットとか全然ほとんどの人興味ないと思うんで、あのまあ、エリアとして僕はだそういう理由があってハイアットに泊まりたいから7とかプロンポンに泊まってるんですけど、あとこっちにもあのチットロムの近くにも、グランドハイアットエラワンっていうホテルがあって、永井さん一回ホテル入ったよね、あそこの、はい、そうですね、はい、めちゃくちゃ居心地のいい空間ですね、はい、そうそう、これだ、この辺とかだとちょっとこの辺ちょっと高級ですけど、このエリアとかだと歩いてあの仕入れとか行けるからいいんじゃないかなと思いますね。でこの場所とかこっちの方にこう歩いて行って川渡って、この辺で仕入れするとこがたくさんありますのでいいんじゃないかなと思いますね、うん、そうすると、まあ、ちょっとどのホテルがいいとか、これこんなにいっぱいの僕分かんないから、それ、ね、これで選んだらあの汚かったらですとかって言われてもそれはちょっと分かんないんで自分であの選んでほしいんですけど、そうするとこれ見るとさ、例えばトリップドットコムだと4532円、これだと3534円とかっていうふうにこう出てるよね、はい、うん、じゃあこっちの方が安いんじゃないのこれってこと、ね、なんでこっちが出てエクスペディアが出てくるのこれ、エクスペディア推しなのこれかもしれないですね、うん、あのいろいろこれ3534、こっちの方がいいじゃん、うん、ちょっとこれあれだね、前はさこれで一番安いのが出てくるっていうのは良かったんだけど、うん、ちょっとこれエクスペディアとかが多めにお金払ったりしてこういう風に仕組みになってんのかな、ちょっとこれ推測だからね、間違ってたら申し訳ないんだけど、でこれ今見たのがさどれだっけ、あれ3534、これだね、これ、はい、bo.com 3534、あ、こだ違うじゃん、え、なんてことだっけ、リッチープレイスゲストハウス、ゲストハウスかなんか汚そうですね、まあ、いいけど3 あ、ちょっと待って、3739、あ、こだの方がさらに安いっていう謎現象、これ見てみる、はい、アゴダは結構安いことが多い、うん、うん、けど最安とは限らない、うん、なんかこれはちょっと変わ、まあ、なんか変わってんだけど、うん、これでこれ1泊あたりの値段ね3789って上がっちゃってるから、ちょっとこういうの嫌なんだけどね、さっき安かったねこうやって見ると上がってんじゃん、あ、これか3739、うん、スタンダードダブルルーム、スタンダードダブルルーム、あ、これですね、これですよね、うん、はい、でなんかこれ入っていくとあれなのかな、クーポンとかがあって安くなるとかあるのかな、ないですね、ないのかなよくわかんないですけども料金もどんどん変わっていくってことですね、うん、あ、クーポン適用中になって18945、うん、18945割る5泊、3789、あ、やっぱ変わってないな、うん、だからまあちょっとこういうのもあるんですけど、あの基本的に安く買える、うん、安く予約できるっていうので、大体、はい、ホテルはね、あのちゃんと自分で確認してほしいんですけど、あのキャンセルはできることが多いですね、無料で、うん、はい、こういうところを使って予約するって感じかな、はい、はい、でツアーとかで、申し込むそのじゃなくて、飛行機を取ってホテルを取るっていう感じ、旅慣れてる人は普通にそうすると思うんですけど、であの別にこう旗を持った添乗員さんがいてあの案内してくれるとかないから、自分で旅するときっていうね、だから空港からホテルまでっていうのは自力で移動するっていう感じ、うん、自力って言っても歩くとかそういうわけじゃなくて、ただ乗り物は乗っていいんですけど
あれは、スワンナプームからだと、なんだ、電車、飛行機、で飛行機降りたら電車でも行けるし、ただ、混んでる時間じゃなければタクシーの方が楽かな。はい、400バーツ前後ぐらいで行けると思うんで、1500円から2000円ぐらいかな。もうちょっと安い場合もありますけど、安くする裏技とかあるけど、あんまり言ってもみんなちょっと難しいんで、まあ、普通に空港でタクシーゲットして、でホテルの名前を言うとそこまで連れてってくれるから、それでホテルまで行くって感じですかね。はい、っていう風にすると、まあ できると思います。永井さんも結構海外は慣れてたから、いきなり最初のタイツアーから現地集合か現地解散でしたからね。そうでしたね。はい、基本的にはこんな感じで、飛行機取ってホテル取って行ってっていう感じで、タイは日本のパスポートがあれば特にビザとか必要ないから、何にも手続きしないでパスポートだけ持って勝手に行けば空港で、問題なければ入国できるっていう感じですね。国によっては多分アメリカとか行ったらさ、そのエスタとかさ、そういうパスポートだけ持ってっても入国できないのもあるから、オーストラリアもあるし、まあタイはそういうのがないから普通に入れるよっていうこと。だから飛行機と、あとはホテルを取っておけばいいってことね。あとはあれだね、仕入れをするんだったら、仕入れをするんだから、アテンドをお願いしてるのがいいんじゃないかなと思いますね。僕がお願いしてるのは、バンコクのなんだっけ、日商トレードさん、日商トレードさんとかにお願い、してることが多いんですけど、まあ どこでもいいと思うんで、どこがいいとかそんな分かんないんで、自分で探されるのがいいと思いますけど、まあぶっちゃけあんまり良くない噂を聞くようなところもあるけどね。そうなんですか。どっちかって言ったら日本人の人の方が確率は高いと思いますかね、うまくいく。だからタイの方のスタッフっていうのももちろん慣れてて、もちろんタイ語は上手だし、で日本語も話せてっていう人がアテンドしてくれる場合もあるけども、まあタイの物販を知り尽くしてる日本人のスタッフの方がまあいいとは思うけどね。まあでも、自分である程度慣れてきたら別にタイの方で通訳さえしてくれればいいかなっていう感じはの人もいるかもしれませんけどね。はい、はい。で、まあ、前回食べ物の話をしましたけど、タイ料理も食べてっていう感じで、やっと楽しいですね。はい、はい、で主に言うとこの辺りのさっき地図で見たエリア、辺りから、だからなんだ、なんていうお店でしたっけ、パラディウムとか、パラディウム、プラチナム、プラトゥナムとか、その辺りのエリアで仕入れるか、あとは、チャットチャックの方に行くか、あるいは他にも欧米市場とか安いとかありましたよね。はい、そういうとこでもあるし、もっといろいろあるとは思うんですけど、まずはその辺行ってみてやるのがいいんじゃないかな。今はねずっとコロナで行けない時期がありましたけど、今はもう海外全然余裕で行けるから、ぜひ行っていただきたいなと思いますね。はい、はい、僕もそろそろ出没するつもりなんで、はい、行っていきたいと思います。はい、なんかどうですか、今日はこんな話しましたけど、永井さん。いやー、旅の予定立てるの楽しいですよね。楽しいよね。はい、早く行きたいですね。行きたいですね。はい、はい、はい、まあそんな感じで今日は飛行機とかそういうホテルとかの話をしましたけど、まあこれきっかけにね、まあ、知ってたっていう方もきっかけに、よし、タイに渡航して仕入れるぞっていう、予約入れてですね、ビジネススタートしながら、楽しんでね、旅を楽しみつつ人生楽しんでいただければと思います。はい、ということで今日は、このチャンネルではですね、2つの無料のビデオ講座を用意してまして、メルマガで案内してます。1つ目はガチンコタイ輸入っていう、初心者でも、月10万円ぐらいの利益をタイ輸入で、ゲットしようという、まあ、利益でですね、そういうビジネスモデルで、無料で、無料のメールマガジンを通してビデオ講座を見ることができます。でもう1つが Amazon 道場っていう、こちらも無料のビデオ講座があります。で、タイ輸入だけじゃなくて中国輸入なんかも絡めてですね、そちらの Amazon 道場っていうメルマガではもっと爆発的な売り上げを達成して、月の利益で100万円とかそれ以上を達成するようなスキームを、
ビデオで解説しています。で、興味のある方はこのビデオの、概要欄からベルマガの方を登録していただければそちらの講座を見ることができますので、ぜひ登録してください。はい、ということで今日は以上になります。ガチンコ太陽ニュー、よっ、オープンカー、オープンカー。